今更ですが、1ヶ月前ぐらいに気まぐれ FM で話題に上がっていた状況とかに関する話をしてみたいと思います。で、自分は親から資金的に一人暮らしを伝え上げるお金はないので、できれば家から通える国公立大学に通ってくれと言われたので、まあその条件で自分が受かるところに受験して無事合格したという感じになります。ですので、大学の4年間は普通に家から通いました。一方で、通学時間がドアツードアで1時間半ぐらいかかるので、結構大変でした。 で特に後半はいいんですけれども、その前半の電車が非常に混雑する通勤路になっていまして、しかもその途中から乗り込むということになるので、ぎゅうぎゅう詰めの電車にさらに体をねじ込んで乗らないといけないという辛さがありました。加えて私は理系の学生でしたので、特に研究が忙しくなってくると、追い込み時期にはやはり終電近くに帰ることがあったので、結構夜遅くに1時間半かけて電車に乗って帰るというのはかなり精神的に辛いものがありました。 というところで、まあ親と交渉しまして、学費は親に出してもらって、生活費は自分で出すという条件の下で、一人暮らしをすることになりました。まあ幸い、研究室でバイトをすることができたので、まあ研究室の研究を自分のメインの研究とは別に手伝うというところで、うまく家賃と生活費ぐらいは、奨学金と合わせれば払えそうだったので、まあなんとか貯金と合わせてどうにかなりそうなので行けたという感じになります。で、大学の近くに住んだんですけれども、まあ初めて一人暮らしというところで、いろいろ家事とかやらないといけなかったんですが、これはこれで非常に良い,い研究になったなと思います。 まあ一人によるとは思うんですけれども、まあ、私の価値観の中では、自分の周りの生活に関するところでいくと、まあ、クオリティはさておき、まあ、できないというのはあんまり良くないなと思っていて、まあ、できないよりはできた方がかっこいいなと思っています。というところで、まあ、料理はもともとそんなに嫌いではなかったので、まあ、やった経験は少なかったですが、まあなんとかそれなりにある材料とか調味料を組み合わせて最低限の味を保証するようなことは結構得意でしたし、まあ、選択も嫌い,やいやながらやりました。 ま掃除だけはちょっと全然できなかったんですけれども、まあ基本的に生きていけるぐらいの生活力はここで養えたので、まあいい経験だったかなと思います。ただ、やっぱり本州で一人暮らしをすると、どうしても特に暑い大阪で住んでいると G が一個出てくるので、それだけはかなり辛かったんですが、まあなんとかなりました。まあ住んだ場所は結構アップダウンが激しいところで、スーパーに買い出しに行くまでに登って下って登らないといけないみたいな感じがあったので、まあ自転車で生活は結構大変でしたけれども、まあまあそれでもいい経験だったかなと思います。 ただやっぱり大学の近くに住んでしまうと結構研究室にそのまま泊まって朝家に帰ってシャワー浴びてもう一回研究室に来るみたいな生活をやってヘルペスになっちゃったりもしたのでまあそのあたりもう少し時間の管理とかはちゃんと家に帰って布団で寝るのを真っ先にすればよかったかなとかそういう反省はありますが今となってはいい思い出というか推奨はしないですけどまあそれはそれである意味青春的な話だったかなと思います で、次に本格的に一人暮らしをしたのが就職時で、でそこで就職と博士家庭を終えて、まあ、ドクターを取った後、就職のために札幌に引っ越しますで。ここの引っ越しがめっちゃ大変で、やはり大阪と北海道間の引っ越しというのはめっちゃ遠いので、ただでさえお金がかかります。加えて、私は結構オタクなので、ぬいぐるみとかフィギュアがたくさんあったので、まあ、単身パックみたいなことでもできないので、がっつりお金がかかってしまいました。 いろいろ交渉をして、できるだけ電車を使ったりして安く使ってもらったんですけども、それでも不妊手当を超えちゃうような金額になってしまって、結構自腹を切りました。で、時期も難しくて、新居が4月1日からしか入れなかったので、結構そこの4月1日まで荷物をキープしてもらえるところを探すところでも苦労しました。で、また4月1日ということはもう仕事が始まっているので、親に北海道旅行も兼ねて、ちょっと荷物を受け取ってくれと言って、新居の鍵を渡して親に荷物を受け取ってもらうみたいなこともしました。 で、まあ、初めて遠くに住んだ経験というのはこの札幌なわけですけれども、まあ、面接のために夏ぐらいに来た時には、実はたまたまその日が30度を超えるような日で、全く札幌らしさはなくて、まあ、こんな感じかという感じだったんですけれども、いざ、2月に家を探しに来た時には、もうとんでもなく雪の中で、全く見た目が違って、道も全然わかんなくて迷うみたいなことをして、結構洗礼を受けました。 ま、知り合いに聞いたところ、やっぱり最初に住むなら職場から歩いていけるところがいいよと言われたので、まあ、職場から歩いていけるような近場に家をと借りたんですが、まあ、それはかなり正解だったなと思います。なかなか雪道の中を遠く電車乗ったりとか、まあ、車は無理だとしてもバス通勤とかはかなり地獄だと思うので、まあ、初心者にもやはり職場近くに住むのが良かったかなと思います。そころで話が変わって、ニンジンくんさんのポッドキャストを H から聞いていて、まあ、映画はちょっとネタバレが怖かったので、興味がある部分は飛ばしたりしたんですが、最近ようやく最新話で聞き終わりました。 その中で、北海道の函館で出会ったイベントに参加した時に、北海道の人が夏の本州の暑さは生きていけないみたいな話をしていて面白かったという話をされてたんですが、まあ私の個人的な意見を言わせてもらうと、その考えには非常に同調できる部分があります。私は出身は兵庫県で、まあ、大学大阪という感じで、博士課程が終わる27歳まで関西で住んでいたわけですけれども、そこから札幌に引っ越してきて、まあおおよそ12、3年という感じになります。 で、得られた結論というのは、条件として私がいるようなこう街中、すぐに電車に乗れるような利便性のいいところ、かつ雪かきの必要がない、まあパートとかに住んでいるという条件下であれば、圧倒的に、個人的には札幌の方が住みやすいです。 あの、冬の寒さっていうのは厚着すればどうにかなって、氷の路面がツルツル滑って歩きづらくて辛いっていうのはあるんですけども、まあそれも我慢すればいいですし、最悪登山用の愛ンとかつければどうにかなるので、いいとして、一方で、本州の夏を外を歩いていると、もう本当に回避のしようがないので、どちらかといえば札幌の方がよっぽど快適だなと感じました。またですね、家の作りも全然感丈差が違いまして、はっきり言って、大阪の学生が住むようなパートだと、冬はよっぽど大阪の方が寒かったです。 というところで、多分車生活をしているかどうかっていうのもあって、東京とかですぐに電車とかタクシーを使うような生活であれば、あんまり外の暑さは関係ないのかもしれないんですけども、まあ、私は基本的に貧乏症でタクシーを全く使わない人間なので、まあ、駅まで歩かないといけないとか、自転車で行かないといけないとか、そういう生活があるんだったら、本州の辛さっていうのは圧倒的に厳しいので、よっぽど札幌の方が住みやすいなと感じました。で、実際今もう夏に帰省すると熱中症になって倒れてしまいそうになったので、それ以来夏の帰省っていうのは全くやっていないという状況になります。 ま子供が生まれたので孫を店に帰ってあげるべきではあるんですけれども、正直、このうちの子供も私し本州に懐いてられるかどうかわかんないので、そこはちょっとタイミングを見ながらかなという感じになっています。というところでまあ私はアパートにずっと住んでる雪かきをしたことがないので、ま雪かきの辛さは置いておいて、まあそういう状況であれば、個人的には札幌の方がよっぽど住みやすいなと思っています。まあ、そんな困難もあって、最近はやっぱりある程度お年を召された方っていうのは、雪かきを避けてマンションに引っ越して一軒家をリハラうという方も多いという話も聞いています。 ということで、こんな感じが、まあ、私のこれまでの一人暮らし、県歴とか札幌に住んだ感想という感じでした。まあなんだかんだで結婚するまで一人暮らしは15年ぐらいやったので、まあいろんな料理とかまとませたし、まあ人間生きていく上で必要なスキルっていうのはいろいろ学べたので、悪いもんではないし、一度ぐらいみんなも経験してみるといいかなという感じではあります。大阪の夏の辛い思い出を言い忘れてたので追加で撮っています。 私が学生時代に住んでいたアパートというのが、いわゆる軽量鉄骨という鉄筋コンクリートよりも壁が非常に薄いアパートだったので断熱性が皆無でした。しかも2階建ての2階部分、まあ、すなわち最上階に住んでいたので、上からの冷気や暖気というのが非常に厳しいものがありました。例えば冬なんかはもうエアコンでは全然勝てないぐらい寒くて、ホットカーペットとこたつが必要でしたし、もっと強かったのが夏です。 夏になると、もう夜の12時ぐらいなのに、家に帰るとまだ家の中が43度ぐらいあるんじゃないかみたいな感じになっていて、本当にサウナ状態でした。ですので、家に帰るとまずエアコンを20度ぐらいに設定してフルパワーで起動し、扇風機を風呂の前に持っていって、 で、脱衣所にフルパワーで扇風機の風を送り、そこでまず汗を流して体を冷やしてから出ると。そうすると、まあ、多少なりとも部屋の気温が下がっているので、なんとか、その室温なら耐えれるみたいな感じの生活をしていました。というところで、まあ、軽量鉄骨が全ての主役の根源なんですが、まあ、夏の大阪の辛さっていうのがダイレクトに感じれるような家に住んでいたという思い出です。